杉野陽介、マウンテンドクター狙える同枠、罠の戦争以来のヒット目黒連、海の始まり、流れ視聴を誘う富士の差別化戦略。杉野陽介、28主演の連続ドラマ、マウンテンドクター、関テレ制作富士テレビ系、月曜夜10時の第2話が、7月15日に放送される。8日放送の第1話は、平均世帯視聴率が7.9%。 ビデオリサーチ調べ、関東地区、と校長発信。同枠の23年1月期、罠の戦争、以来の月10枠のヒット作になるかもしれない。同ドラマは、北アルプスの麓にある長野県松本市を舞台に、山岳医療の現場に放り込まれた青年医師、宮本穂杉野が、様々な思いを抱えた患者や医療従事者たちと触れ合い、 成長していく姿を描くオリジナル作品。杉野は同局系で、同じく自然を舞台にした昨年7月期放送のバラカモンが、かんばしくない視聴率で終わっているが、第1話は、11年ぶりに地元に戻った方は品野総合病院に勤務することになるが、着任早々、院長松沢修子断例。 52から整形外科と山岳診療科を兼務するよう命じられる。山岳診療科は山で起きた病気や怪我の対応と週1回の山岳外来での診察、さらに土日には山小屋で泊まり込みの勤務も行うと聞き、保は戸惑いを隠せない。ある日、近くの山で遭難事故が発生したとの知らせが。保は早速、救助用ヘリに乗って現場へ向かったが、 眼下に北アルプスの山々が見えてくると、雪山で兄と遭難事故にあった15年前の記憶がフラッシュバックし、呼吸が荒くなってしまう。そして現場に到着すると、登山用の装備とは思えない軽装の若者6人組が倒れていて、という展開。山岳医療チームが通う焼き鳥屋の店主、小松信号スノーマン向井工事30が演じたため、X。 旧ツイッター上では、月九9と月十10でこの並びにした戦略が絶対良かったんだと思う。メメの月9を見てたスノタンの多くは、そのまま工事の月10を見ると思う、など、月九9と月十10でスノーマンが並んだことに反応する声があった。月九9、海の始まりのメグロレン27の次が、月十10、マウンテンドクターの向かいスノーマンファンがそのまま見続けたのが、 視聴率アップを後押ししたと指摘がありますが、それだけではありません。月9と月10は続けてみる人が多く、もともと視聴率が連動する傾向にあるので、本作が海の始まりの好調な数字に引っ張られているのが大きいです。ドラマライター、山川。月9と月10の全話平均視聴率の過去データを調べると、今年4月期。 366日が6.1%で、アンメットが6.0%、1月期、君が心をくれたからが5.8%で、春になったらが5.7%、昨年10月期、ワンデーが5.3%で、匿名が5.1%。面白いぐらいに連動している。今期の月給、海の始まりは野心的な作品で、月1マウンテンドクター。 ファヒューマンエンタメ番組表の流れとしては、自撃的な作品の後に癒し系の作品を置き、飽きずに見られるようになっています。内容も、予期せぬ妊娠や死などを扱った、かなり重めの内容の海の始まりと、大自然を舞台にした爽快感があるマウンテンドクターとうまく差別化しています。海の始まりの8%台に引っ張られ、 本作も近い数字を出せるはずです。全同。富士テレビ系付き10枠では、罠の戦争が全話平均視聴率が8.4%と圧倒的な数字の残している。海の始まり、効果で本作がそれを超えられるか注目したい。大自然を舞台にしたロケだけに苦労は多そうだ。